どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。お願いします。いや、今日は、皆さん、もう、冊子がね、ついてる方が、いると思うんですけど、たまきさんです。イェーイ。やる気、元気、たまき。イェーイ。イェーイ。霊感タロットのたまきの、ズバッと今日は、ひでまろさんと、コラボです。やったーいや、嬉しすぎて途中ぶち込んでしまいましたけど。何をぶち込んだ？イエーイ。イエーイね。あ、なるほど。いや、すいません。本当に。あのね、はい、ずっと僕はね、前から知ってて、はい、玉木さんを。去年ですか。タロットを始めたのが、2020年の4月からなんですけども、その頃からもう知ってました。ありがたい、ありがたい。いや、私も知ってます。私は、はい、YouTube 始めたのが去年2020年の2月6日で、はい、YouTube の占いって結構こう限られるので世界が、うん、そうです ね。関連動画とかにやっぱり自分の再生された後の関連動画とかこう出てくるじゃないですか。はい。ひでまろさんとか出てきて、存在としてはすごい知ってて。たまに見てましたか。これ面白そうみたいなのちゃんと見てました。そうなんですね。あ、ありがとうございます。え、宮迫さんとやってるしみたいな。そうなんですよ。いや、すげえと思って。びっくりでしたね。本当に僕も今でも、うん、あの動画を見て、うん、あ、この方がひでまろさんなんだって自分で思います。本当に。はい、うん。ありがたいですね。占いに出会えてよかったなと。ということで、はい、今日はね、なぜこの二人がいるのかと言いますと、前回ね、おすすめの占い YouTuber さんの動画を紹介したんですよ。そこで、玉木さんをね、本当にちらっと申し訳ないぐらい紹介したんですよね。ありがたい。うん、いやいや、で、それですぐ Twitter の方に、メールをいただいて、その前に多分コメントしたんだと思う、動画に。そうだそうだそうですそうだそうだそうです。そうだ、リスナーの方がひでまろさんが言ってるよって教えてくれて、あ、そうなんですね。コメントとかね、なんか DM とかで教えてくれて、はいはいはい、そいつは行かなきゃ、そいつ行かなきゃって。あ、マジっすか。それで、コラボしましょうよって、もうその勢いで書いてきました。本当にね、ありがたいですよ。本当に。だから、あのちょろっとが余計申し訳なく感じて。いや、私もな、いいかな、言っていいかなって思う。ちょっとね、ドキドキしながら。そうですよね、そうですよね。いや、そうなんですよ。うん、だからもう昔から、昔っていうか当初から知ってる方だったんで、嬉しいなって思って。いや、本当に。うん、で、メールをこうやり取りして、なんならじゃあ、定期的にやっていこうみたいなね、感じで、何をやるか。ひでたま散歩っていうね、はい、もうテーマ決めてますよ。はい、うん、お互いの気になった場所を散策。まあ、本当にのらりくらり。うん、のらりくらりね。パワースポットなり、うん、ちょっと、ね、これ楽しそうだなっていうスポットなり、はい、お互いの懐かしスポットなり、はい、うん、そうですね、そういうの回っていろいろトークをしていければなと、たまにはね、そういう休日感覚っていうのを味わっていただければなと思いますね。ということで楽しみにしてください。それからよろしくお願いします。はい、散歩動画もお願いします。お願いします、はい、はい、ではありがとうございます。ありがとうございます。